レオポルト4世は、ハプスブルク家レオポルト系のオーストリア公、チロル博。1406年より、オーストリア公国の失政の地位にあった。ヒマン公の呼び名がある。オーストリア、シュタヤー・マルク、ケルンテンの公爵レオポルト3世と、ミラノの選手ベルナボビス・コンティの娘、ベルデの間の次男として生まれた。百八十六年から百九十六年まで、 オーストリア校であり、1396年から1406年の間は、ホーレンブルク協定によって、アニビルヘルムが、いとこのアルブレヒト4世と共同で、オーストリア失勢となったため、レオポルト4世は、チロルと前方オーストリアを統治した。1406年から1411年までは、幼いジュ、オいアルブレヒト5世と共に、オーストリア失勢を務めた。 チロルと前方オーストリアの姿勢は弟のフリードリヒ4世に譲られた。レオポルトは1393年、ブルゴーニュ公フィリップ2世の娘カトリーヌと結婚したが、間に子供はなかった。レオポルト4世の死後、アルブレヒト系の当主アルブレヒト5世が単独で、オーストリア公の地位を保持し、ウィーン宮廷を代表した。レオポルト系に属するレオポルト4世の2人の、 弟たちは、内オーストリアと、前方オーストリアの一部を割り当てられるに止まった。エルンストは、グラーツに、フリードリヒ四世は、インスブルックに宮廷を置いた。ありがとうございます。